はい、前回ケチャップでサビ取りをしたら、結構取れるもんだなと思ったんで、他の身近なものも使ってどれが、いい感じか比較してみたいと思います。もうこれ錆びちゃって使えないなって思うものでも復活するかもしれないのでね、捨てちゃう前に試してみてもいいかもしれません。で、今回用意した錆び取り剤は、まずは前回と同じトマトケチャップ、次は酢、お酢です。で、木工用ボンドの3種類で比較します。あと錆び取りっていうとサンポールも有名なんだけど、あれはね、塩酸で、ちょっと危ないんでね、ゴム手必要だし、あとね、錆び取りした後に重曹で中和しないといけないし、まあ手間がかかるってことと、この動画を見た人たちが気軽に真似してもいいようにね、安全なものでやってみたいなって思ったので除外しました。その点ケチャップや酢はもともと口に入るものだし、木工用ボンドはちびっこも使えますからね。というわけで、安全なこの3つで検証したいと思います。では錆びた工具の登場です。まずは錆びまくったペンチ。全く開く気配がしません。固まっています。こいつはじいちゃんの代から錆びていて使い物にならなかったペンチ。もうね、30年から40年ぐらいね、放置されたペンチです。かなり錆びついていて動かないってか、固定化されているようです。これがまた使えるようになったら、すごいですね。次が年代物のラジペン。初代のガンプラに使っていた記憶があるんで、30年はね、軽くいってますね。力を込めるとわずかに動きます。次もラジペン、ダイソー商品です。こいつも全く動く気配がありません。海釣りで針外しに使っていたので、数回でね、錆びて動かなくなってしまい、それっきりなんでね、かなりの年数が当たっています。もうね、がっちり固まってんだよね。では早速錆び取り検証しましょう。はじめはケチャップです。ケチャップに入っている酸が錆を落とすようです。前回同様、ケチャップにつけたらラップでくるんで乾かないようにします。で、2時間放置します。お次は酢です。まあ見つかんすね。これはじいちゃんペンチでいきます。いや、もうこれラスボスじゃねえかって言えるくらい固く錆びついています。容器に酢を入れてお湯を足します。で、ペンチをつけます。酢とお湯の量はね、適当なんですけども、錆が薄いかなって思うときは酢の量は少しでいいし、錆が強烈だなって思うときは酢の割合をね、増やすといいと思います。これもケチャップ同様、酸が効いてね、錆が落ちるようです。これも2時間放置で、お次が木工用ボンド。ボンドなだけに乾いたボンドと錆がくっついて剥がれる感じだと思います。ペラッとね、剥いだ時に錆も一緒にくっついてくる、まあこんな感じかなと思います。でもこれ乾いたら剥がすの大変そうです。乾くまで1日かかるのでね、こいつだけ24時間放置します。お湯がね、水になってます。どうやら酢はね、熱くした方が錆が落ちやすいようなので、容器を入れ替えて火の上で温めてみます。2時間経ちました。出してみましょう。サビは普通にあるようです。ちょっとブラシでこすってみます。サビが溶けているかのように落ちますね。ちょっと洗ってきますね。はい、洗ってきました。全く動かなくなったペンチが動くようになりました。いや、もうこれはね、ペンチです。数十年動かなかったペンチが楽に動きます。はっきり言って嬉しいです。かなり錆も落ちて綺麗にはなりましたが、まだ錆もね、残っているようなんで、もう30分つけてみようと思います。あとケチャップのラジペンですが、ケチャップを落としたら錆もね、落ちたんですけども、酢と同じぐらい落ちたんですけどもね、ラジペン自体が全く動かないので、これはね、一緒に酢につけてみようかなと思います。やっぱケチャップだと隙間の錆まで浸透しないのでしょうね。やっぱりビクともしない。つけときましょうね。はい、30分経ったんで、取り出して洗ってね、オイルをかけました。まだね、錆はね、
付着しているんですけども、かなりいいと思います。タイム風呂敷でもかけたかのような状態ですね。マジ嬉しいです。簡単に開閉ができます。いやもうね、上下に動かしただけで開いたり閉じたりできます。これすごいわ。次はラジペンです。こいつもね、30分巣につけ込んだら開閉ができるようになりました。普通に使えます。サビはね、さっきも言ったんですけども、ケチャップであらかた取れた感じでしたが、巣で隙間のサビにも効いてね、動くようになった感じですね。ラジオペンチ復活って感じですね。前回はケチャップで草刈り釜のサビを落とした動画ですので、よかったら見てください。概要欄に貼っておきます。はい、木工用ボンドが乾いたようです。がっちり固まっています。これを剥ぐのは、大変そうです。マイナスドライバーで剥いでいきます。疲れました。もう剥ぐのは諦めます。ボンドはやはり付着したサビがね、取れる感じで、ここまで錆びたものには向いていないようです。こういったバールとか平らな面で錆もそれほどじゃないってものにはね、向いているかもしれないので、あらかじめ塗っていたものがあります。こいつもね、乾いたので剥いでみましょう。ラジペンとは違い平面なので剥がしやすいです。マイナスドライバーで錆まで擦っちゃっている気もしますが、致し方ありません。取れましたね。塗る前の写真がこちらになります。こうして見ると結構落ちているように思えます。では結果発表したいと思います。ダントツに気に入ったのは酢です。お酢ね、一番です。初めはケチャップかなと思ったんだけど、酢でここまで復活は思いもしなかった。2位がケチャップ。まあね、安定のケチャップです。前回同様、サビはね結構落ちましたが、後半で巣につけなかったらこいつはね動くことはなかったと思います。まあ捨てられる運命だったんですね。3位は木工用ボンド。ペンチ系には向いていなかった。ただそれだけのことです。平面ではね、それなりにサビは落ちましたし、ペラッと剥がれたらやっぱね気持ちいいと思います。かさぶた剥ぐのが好きな人には向いているかもしれません。今回はケチャップ、酢、木工用ボンドでサビ取りを比較してみました。ケチャップはラップにくるんで少し温かい場所に置いておくと良いと思います。お酢の場合は温めると酢の匂いがしますんでね、換気がね必要になります。小さいものだったらジップロックなどにね入れると酢も少量で済むと思いますし、匂いもしないはず。日の当たるあったかい場所でね、放置でいいと思います。酢やケチャップにつけた後はきれいに洗い落としてください。ところでこのペンチをもっと酢につけたらどうなるんでしょうか。というわけで、ジップロックに薄めない酢ね、原液の酢につけたまま保温器で40度ぐらいで温めて、さらに3日間放置してみましょうね。おお、巣が真っ黒になってます。取り出して金ブラシでね、洗剤と金ブラシで洗ってみます。洗ってきました。こんな感じでさらに少しサビが落ちたようです。ちょっとだけサビの痕跡が見て取れますが、見た感じはね、最近買ったペンチにも見える。もう錆びてるとは言われないでしょう。昔じいちゃんが使っていた頃のペンチに戻ったと思います。でも3日も放置しなくても、よかったかなと思いました。納屋、倉庫、小屋などにね置いてある、もうダメだろうと思うような工具でも復活するかもしれませんので、試してみる価値はあると思います。最後までありがとうございました。ではまた。